ね、なんかお休みって通常運転4日柄みたいなとこあるからね。ちょっと明日行ってきたいと思います。ミセスネタありがとう。そうするわ。食べないと元気にならないよって。めっちゃご飯食べてんで。別に熱とかはないんですよ。顔が赤く見えるのはちょっと、まあ、いつも赤いんですけど、そう熱とかはなくて本当にあれなんですけど、ご飯も食べてるし水分も飲んでるし、そうただね、あの大西よくその体調自分が崩すときによくなるやつがあるんですよ。多分それだと思うんで、そう、そのお薬をちょっとねもらいに行こうかなと思います。うん、なんかあるよね、自分がよく体調崩すときになる系のやつ。あなたの風邪はどこからって、そう、それよね。あなたの風邪はどこからですか、いつも。鼻から、喉から、頭から。配信しようって大丈夫、撮って大丈夫、ありがとう。今までコロナ以外の時はあの配信してきたので。鼻と頭って、ほう、頭痛いってなるのか最初に。明日から仕事って、いや明日はまだお休み、明日がラストのお休みなので、そう、ちょっと明日お薬なるべく早いうちからもらいに行って、で昼夜と飲んで次の日のお仕事に備えられたらいいなと思って。でも本当にあのよかった、あの年始お休みで、うん、病院混みそうだねってね。まあでも混んでそうだけどね。まあでも行けるだけいいよ。うん、どこにも行かなかったのって、マジで家から出えへんかったね年始。なんかもうとりあえず休もうと思って、お家でずっと寝てた。ね、寝正月って本当に寝正月してた。こんな年初めてじゃないってせやったっけ。なんかでも確かにね、あの一人暮らししてから大西コロナ以外で体調あんま崩してこなかったよね多分。うん、ね、確かに一人暮らししてからはなんかこういうちょっとした体調崩すのはあんまないかも。
やこさん寂しがってない、帰らなくてって。そう、ほんまはね帰ろうと思ってたんですよ、せっかく休みだったから。でも今体調崩してる自分が帰ったらやばいじゃないですか。それでもしね、別にそんなコロナとかではないから。そう、でも単純にね移すのも悪いので、もし移ったら、ね、だからもう今年はもう一人でいいやと思って隔離してました自分を、うん、でもニュースとか見てたら今新幹線とかねめちゃめちゃ人多いんやろ。ねえ、昨日今日がピークかなってね、ニュース見てうわーってなってた。みんなは帰省しましたか？うん。グッチョ。まだ帰省中ですっていいね。初詣では行くのって。1月中にどっか行けたらいいなぐらいかな。1月2月に行けたらいいなぐらいかしらね。あ、実家住みって人も結構多いね。ね。私初詣行くのってこのね三が日とかには行かんかもね。実家とか帰ってたら行くけど、そうね、あんま行かんかもね。なんか1月末とか、なんか仕事の合間とかになんか行ったりとか去年とかしてた気するけど、そうね、人混みがちょっと西は苦手なので、家族とかが一緒なら行くけどって感じかもね。うん、なんかこうお正月とかに限らず、なんかたまにこう神社とか行くの好きなので、お店、そう、お家の近所だったり浅草だったり、なんか適当に歩いてたら会ったところとか、そう神社とか寄ったりするので、まあまあ初詣行ったらいつもベビーカステラ買うっていいね、かわいい、買いたくなるよね、いい匂いするもんね、ベビーカステラとか屋台があったらさめっちゃいい匂いするもんね。
焼きとうもろこしが食べたい。大西は鯛焼き買いました。あ、鯛焼きかいいね。やだいいよね、なんか空いてきちゃう。イカ焼き好きで、もしあんまイカ焼きに出会ったことないかもな。でも絶対美味しいもんね、イカ焼き。焼きそば、焼きそばは絶対買う。ジャガバター買うって、ジャガバターなんかあんの屋台珍しくない？いいね、唐揚げ食べたいな。ベビーカステラはもうね、マストよね。あれその場で食べなくてもお家持って帰ってから食べちゃう。いいの。あ、フランクフルトって、あー、あるね、最高。フランクフルト、ご飯系おにしは買っちゃうな。ああいうところは少し高めだねってね。いやでもあれはもう思い出料金よね。なんかうん、ね、そんなの、あれは高くてもまあ年に数回ぐらいしかないしさ、屋台でなんか買うの、なんか思い出分の料金をお渡ししてると思えばまあ安い。うん、ああいうのは財布の紐緩んじゃうよねってね。いやでもいいんだよ、たまになんだから。毎日屋台でさやってるわけじゃないじゃん。だいたいお正月かさ、夏祭りとかさ、秋とか冬とかにたまにあるお祭りだけじゃん。なんかたまにだからいいんだよ、その時ぐらい。ね。にじも屋台やってみたいな。モニシが自分でもし屋台やるってなったら何にしよっかな。何がいいかな。単純にこう景品当てるやつとかもしたいし、あのくじ引きみたいな、何番から何番だったら、はい、こっからここまでの中で選んでみたいな。食べ物じゃなかったら普通のあのそのくじ引いてやるやつやりたいのと、食べ物系やったら、あ、でもかき氷とかちょっと王道にやりたいかもね。うん、お麺屋さんもやりたいかも。でもかき氷か、かき氷かな。かき氷かもしれん。シロップかけてあげるのねって。うん、シロップはかけない。
あのガガガガガって氷やるやつあり、顎の下にコップをガッて入れてボタンポチってやってガガガガガってやってそのまま渡す。はい、シロップは好きなように入れてねっていう、そっちです。いや、そういうとこ多いよね。大西この間行ったとこもそうやったわ。夏ね、なんか10本以上ぐらいのシロップがあって好きにかけていいよって、あれ楽しかった。あとなんかねガチャってなんかあるやつあるの、なんかビュってなんかあるのよ。ね、最近いろんな種類あるよねって。そうなのよ、いっぱいあるよね。じゃあレインボー氷するわって、それね、やろうとしたら汚くなるよ。大西は経験者、こう綺麗な色で何種もやろうと思ってよく割るとねちょっと汚くなるの。あれね2種ぐらいがちょうどいいで、そう2種類決めといて、こっち半分いちご、こっち半分ブルーハワイみたいな。汚くなるのって、そうなんか黒くなるよねって。そうなんかそういろんな色混ざってなんか茶色っぽい黒っぽいなんか色になっちゃうのよ、いっぱい混ぜすぎたらね。絵の具とかもそうでしょ。だから2種類とかの方がね色はね綺麗になる気がする。そうそう、お11時7分です、ありがとう。15分も経ったので、ちょっと今日はね夕方ごろにもうお風呂を済ませたのでもうこのまま寝れるので、ちょっと電気消して最後に水分しっかりとってちょっと寝たいと思います。ありがとう。スターがちょっと午前中から空いてる病院探して行けたらいいなと思ってます。ということで、じゃあ今日はこの辺でランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位脅威回復祈願タワーさん、お、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。タワーくれたのか、ありがとう。あとで読むね。じゃあ続きまして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が、MM ルールズアットマークギフヌールと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がまさみーさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が、サトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が、マカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がさとまるさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとう。ありがとうございます。そして1位の方かな。タワーありがとうございます。じゃあ読んでいきます。いきますよ。脅威、回復祈願さん、あ、回復祈願タワーさん、脅威さん、脅威さん、脅威さん、タワーありがとうございます。ありがとう。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエイ。皆様も本当にありがとうございました。ということで、ではでは今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？
でもでもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。